西駅ウィーン西駅は、オーストリアの首都ウィーンの鉄道駅。1858年、モーリッツ・ローアの設計によって、ネオルネサンス式の駅舎が建てられた。当時のウィーンは、まさに近代化に向けた、都市改造が開始された時期で、街を取り囲む史壁が残されていた。そのため、中心街からやや離れたところに立地している。第二次世界大戦に際して駅舎が破壊されたため、 1954年に近代的な駅舎として再建された。2011年に駅舎が再建された。オーストリア西部のリンツ、インスブルック、ザルツブルクなどを結ぶ列車が発着するほか、各国を結ぶ国際列車も発着する。ウィーン地下鉄の U3 号線という6号線も停車する。そのほか、駅からはウィーン国際空港や、 温泉保養地バーデンバイウィーンへと向かうバスも発着している。片側ホーム1面1線、島式ホーム5面10線の合計6面11線を有する。2.3番線がウエストバン特急、4.5番線がアイス町特急、6.7番線がレールジェット町特急、8.9番線がオーストリア連邦鉄道、インターシティ特急、 10.11番線が S50 普通と大体発射ホームが決まっているが、レックス特別快速、R 快速に関しては、どのホームからも発射する。ありがとうございます。